オチキス H35 は第二次世界大戦前に開発されたフランスの軽戦車である。1926年、通常の不評師団に対する支援任務のために独立戦車大隊を創設すること、その大隊には安価な軽不評戦車を配備することが決定された。当初、この目的のためにルノー D1 が開発されたのだが、これは特に安くも軽くもなかった。 1933年、オチキス社は自主案として、より軽量の戦車のデザインを提出した。これは、車体各部を鋳造し継ぎ合わせるという新技術によるものだった。1933年6月30日、提案は、戦車開発の諮問委員会で承認され、8月2日には、重量6トン、総高圧30ミリメートルという仕様も決定された。 産業の試作車がオチキス社に対し発注されたが、一方で他のフランス国内各メーカーに対しても比較案を募ることとなった。その結果、いくつかのメーカーが競争に参加したが、このうちルノーはオチキスに先んじて試作車を完成させ、これはその後ルノー R35 として採用された。一方オチキスの試作車も1935年1月18日に、 バセン,ンヌの機械化兵器評価委員会に引き渡されたが、この1号車は、砲塔を持たず、ケースメート式に、機銃1丁のみを装備したむしろ豆戦車と呼ぶべき、車両だった。同車は1935年3月4日までテスト、され、その後同系の2号車に代わって、こちらは5月6日までテストが行われた。結局これらは、不採用となったが、 それは1934年6月21日の段階で走行圧を4 0ト、mm、ルにすべしという新しい仕様が導入されていたためで1935年6月27日委員会は必要な設計変更を盛り込むことを8月19日新しい鋳造のエイペックス製砲等を搭載した試作3号車が引き渡され9月20日までのテストを経て 採用となり、11月6日には最初の200両の発注が行われた。生産所号車は1936年9月12日に引き渡され、その年のうちにさらに92両、108両の2度の追加発注も行われた。量産開始後、生産者を使い、1936年12月4日まで再び入念なテストが行われた。その結果、同社は、 走行性能が著しく貧弱であることが判明した。いくらか凹凸の激しい場所では安全に操縦することすら難しく、これは戦車に寄り添って進む味方不評をはなはだ危険な状態にさらすことを意味した。そのため不評化では最初の100両を除き、それ以上の調達を拒否した。このため不評部隊が装備する軽戦車としては、強作のルノー R35 が 主となった。本来そのまま生産停止となるところだが、政治的理由によって生産は続行され、残り300両の発注は、騎兵化によって受け入れられることになった。またこれには、騎兵部隊の場合は不正地上よりは、路上での行動が多いために、走行性能の欠点の影響が少なく、また、H35 の最高速度が、時速2 8トルで、 ルノー R35 の時速 20km よりいくらか速いことも理由となった。とはいえ H35 はギアボックスの性能が悪く平均速度では R35 に劣った。オチキス H35 は小型の車両で全長 4.22m、全幅1.95、全高 2.15m、重量は11.37トンである。 車体は6つの中蔵部分からなり、それぞれをボルト結合していた。中蔵走行は傾斜面が多く、ショットトラップを少なくし、左軽視の点でメリットがあった。とはいえ、それでも不評戦車としての走行防御力は十分とは言えなかった。車体の最大走行圧は要求された仕様の 40mm ではなく 34mm しかなく、 しかも多数の下受け工場を使ったことで、後々まで品質の問題が付きまとった。具体的には、当初は走行版が柔らかすぎ、次に高度を上げると、今度は脆く、しかもあちこちに巣が入り脆弱な箇所ができてしまった。乗員は2名で、操縦手は車体全部、鋳造の2枚ハッチの後ろに位置した。オチキス H35 の操縦は、 非常に面倒な仕事だった。オチキスには、強作された、ルノー R35 が持っていた、クリーブランド式ディファレンシャルはなく、走行時に予想外の挙動を起こした。ブレーキは、その是正にあまり役立たず、しかも、傾斜地を走り降りる、際、非常に危機が弱かった。さらにギアボックスも厄介で5速に入れるのが難しく。 カタログ上の最高速度である時速 28km を出せることは滅多になかった。結局、操縦手は無理な操縦を重ねることになり、故障が頻発した。機械的信頼性は乏しかった。サスペンションは片面3組のボギーを持つ。初期の量産車では、ボギー側部のラインが折れ曲がっていたが、後にまっすぐになった。このサスペンションボギーは、一見、 競合相手のルノー R35 に似ていたが、ルノーが水平ゴムスプリングを使っているのに対し、オチキスはコイルスプリングを使用していた。エンジンは78馬力、6気筒、排気量 3480cc で、航続距離は180リットルの燃料タンクで1 2 9キロメートルの、走破が可能であった。社長は、軽戦車の標準砲塔であるエイペックス、r 砲塔内に位置。 この砲塔は 40mm 装甲の中高性で、単砲信 37mm 砲 SA18 を備えていた。この手法は、最大でも 23mm の装甲間鉄力しか持っていなかった。手砲弾は100発、7.5mm レーベル基準と、その弾薬2400発を搭載していた。砲塔ハッチは後部にあり、後軍中は開いたハッチが、社長席となった。 この場所に座っている場合には、社長は周囲をよく見渡せたが、当然ここでは身を守る術はなく、即座に砲を扱うこともできなかった。戦闘中は、後部ハッチを閉じ、砲塔リング部に差し渡されたベルトに座り、ハッチのない急ーポーラーを通して、外部を見るというのが定位置だが、ここは著しく視野が限られた。騎兵部隊では、この上院配置も弱武装も好まれなかった。 特に後者に関しては、薬室を広げ、大型の薬莢を使うことで、多少の改善が図られた。この改造によって初速は600メートル毎秒に、装甲間鉄力は30ミリメートルに上がったが、一方で、方針寿命も著しく縮めたので、機兵部隊の一部の車両に施されたに止まった。1940年春以降、防御力向上のため、 元々のシュレティアン式の双眼鏡式観察装置は、徐々にスリット式の観察装置に交換された。機兵部隊はより以上の最高速度を欲したため、1936年10月以降すでに行われていたテストに従って、より強力なエンジンの搭載が決定された。新しい試作車が1937年に製作されたが、これは従来の78馬力に変えて、 120馬力のエンジンを搭載していた。新型エンジン搭載に伴って、後部エンジンルームは重上げされ、立体とサスペンションも改良され、これに伴い重量も12.1トンに増加していた。この改良型は最高速度が時速36.5キロメートルにまで引き上げられて、いるだけでなく、操縦も容易になっていた。 企作者は1939年1月31日、まず、従来型への否定的評価を覆せるかどうかをかけて、不評価の試験委員会に提出された。委員会では即座に、性能向上の成果を認め、落ちきっせい軽戦車1935年型 -1939 年改めとし、これは、 すでに1937年と1938年の200両の旧型発注分の生産が始められていたためである。その後、新型の発注は900両にまで増やされた。なお、この戦車の工場における識別名は、オチキス系戦車38年型 D シリーズで、旧型は B シリーズと呼ばれていた。こうしたことが、戦車の名称に混乱を招く結果となっている。 公式にはこの戦車は旧型、新型を通して H35 だが当時すでに新型は 38H もしくは 39H と呼ばれ始めていた。新型は旧型に比べより背が高く角張ったエンジンデッキを持っていた。新型の中でも初期の生産者はデッキ右側のグリルが縦方向だったがこれは直に横方向に変えられた。 航続距離は 120km に減少。誘導輪はスポーク状のリブのないタイプに、立体は 2cm 広げられて 27cm 幅に、天輪はゴムリム付きに変えて、全構成に、マフラーは後ろ向きになり、そしてより大型のベンチレーターが設けられた。1940年始め、さらなる近代化計画が始められた。これは、新型の外部観察装置。 総合能力を増すための大ぞり、無線装置、そして対戦車能力を高めた、長方針35口径 37mm 砲、SA38 を全自導入するというものだった。新規生産車については、同年4月から新型砲が標準化されたが、それ以前に1940年1月以降、すでに配属されている車両に関しても、小隊、中隊、 大体の隊長車を中心に徐々に乾燥されていった。結果、約半数の隊長車が長方針装備型となり、計画では1940年後半には全ての車両が乾燥されるはずであった。戦後、新型エンジンを持ち、長方針法装備でないタイプを H38、両方の改良が施されたタイプを H39 とするのが公式名であるとの誤解が広まった。 これは多くの二次資料で現在もなお一般的に使われている。しかし実のところ H38 と H39 はどちらも新エンジン搭載車体を指す名称であり、戦時中は新エンジン付き車体について武装の別による呼び分けは行われていない。武装により H38、H39 と呼び分けるのはあくまで非公式な 便宜的なものである。また、ルノー R40 の開発と並行して、オチキスにおいても AMX 製サスペンションをつけた H40 の製作が検討されたが、結局この案は放棄された。1940年4月、ドイツのノルウェー侵攻に際し、第342キャックが同国に派遣された。もともとこの部隊は、冬戦争を戦っているフィンランドへの救援軍の一部と、 なるよう考えられていたものだった。この独立部隊は、すべて、単方針装備の H3915 両を持ち、5月7日、なるびくに上陸して、戦闘に参加した。この都市の一時的な解放の後、6月8日、残存の12両はイギリスに引き上げ、この地で自由フランス軍に加わり、自由フランス第一戦車中隊となった。同部隊は、 1940年と1941年にガボンで後にシリアでビシー政権軍と戦った第二次世界大戦勃発時受領リストによれば640両のオチキスが配備されていた配備表では多少数字がずれるが H35 は300両が騎兵部隊にあってうち232両が10個騎兵中隊に44両がデポに そして8両が修理のために工場にあり、16両が北アフリカにあった。100両が不評部隊で使用中で、うち90両によって2個大隊が編成されており、6両が補充用の予備車両、2両が操縦訓練用だった。H39 は、機兵部隊では16両が北アフリカの部隊、6両がデポにあり、 180両が不評価の4個戦車大隊の配備車両、14両が同予備車両となっていた。さらに連合国内で、軽戦車の生産能力を単一車種に集中させることが決定され、その車種にオチキスが選択された。1941年夏に大構成を行う合意がなされていたが、多数の走行手段が装備するにたる、機動性をオチキスは、 持っていると判断されたためである。この目標に向け、イギリス、ポルトガルの重工業もオチキス用の鋳造装甲部品の生産を担うこととなっていた。これにより、1ヶ月の生産台数は300両に引き上げられ、さらに1941年3月からは、月産500両になる予定で、うち75両分は、月に9両のシャール B1 と交換で、 イギリスからもたらされる計画だった。対して、不評随伴用として有用とされたルノー R40 は月産120両の予定であった。結局、この計画はドイツのフランス侵攻により誤破産となった。1940年5月、機兵部隊においては3個系機械化し団内のそれぞれ2個戦車連隊がこの車種で編成されており、その他、第9、 第25機械化不評師団にアムールとして各16両第 3DML5 個軽機兵師団が本社を保有していた。不評部隊では戦術の2個独立系戦車大隊のほか3個機構師団に2個ずつの軽戦車大隊が新しい H39 装備だった。このようにほとんどの落ち着き戦車は規模の大きい機械化部隊や より大型の戦車を核とした装甲手段内に集中して配備されたが、ここにはいささかのミスマッチもあった。というのも、低速の旧型 H35 が快速のソミュア S35 と一緒にされ、より速い新型 H39 が低速のシャール B1 に付けられたからである。また、オチキスの大部分は依然として、単方針 37mm 砲装備だった。 いくつかの特別編成、再編成の部隊が進行が始まった後に落ち消し装備で作られた。これには40両を装備した第 4DCR、47両を装備した第 7DLM を含む。これら新編成の部隊は、長方針付きの車両で編成されていた。進行が始まった5月、生産は月産122両のピークに達し、6月までに、 総計1九十二両が供給されていた。北アフリカのフランス植民地軍では、公式には二十七両がアフリカ第一戦闘連隊に配属されており、これらは急戦時の状態でそのままそこに置かれた。その他五両がモロッコに取得されていた。これらは1 9 4二年十一月の統治作戦初期にカサブランカ近郊で連合軍と戦い、四両の M3 もしくは、 M5 スチュアートを破壊した。連隊は、その後連合軍に加わり、M4 シャーマンで再装備された。戦後、若干のオチキス戦車が、植民地のフランス警備軍、及び在ドイツの占領軍によって使われた。ドイツは、約550両のオチキスを露獲し、戦車型のままで、主に占領地の警備任務に使用したほか、各種改造車両のベースとして活用した。 1943年6月時点で、なお戦車型のままのオチキスが361両、装備リストに記載されていたが、1944年12月には、60両に減少している。ポンツァーコンプフバガン 35H734、標準の戦車型、旧型エンジンの H35。低性能のためか、H38 に比べあまり使用された形跡はない。 ドイツ軍で運用されるポンツァーコンプフバガン38、H735、ポンツァーコンプフバガン38、H735 標準の戦車型、新型エンジンの H39。フランス本国同様、ドイツ軍も新型エンジン付き車両の中での武装の際による分類、いわゆる H38 と H39 の明確な区別は行っていなかった。 主に占領地の警備任務に使用した。ただし、第211独立戦車大隊のみは、バルバロッサ作戦当時にフィンランドに配備された。これは、フランス製兵器を装備したドイツ軍部隊では、初の実戦投入とされる。一部は警戒用として、走行列車の編成内に搭載された。ほとんどの車両は、社長の視界確保のため、オリジナルのキューポラの上部を切り替えて、 両開きハッチをつける改装を行っていた。また多くの車両は無線機が増設され、この場合、通常右側フェンダー後部に三脚課題付きでアンテナを装着した。ポンツァーコンプフバガン三 38H ミット八三十二センチメートル、ワーフラマン通常の戦車型をベースに、SD、s d k f z 二百五十一一走行兵員輸送車に対しての改装と同様、 28cm、28または 32cm ロケットランチャーを装着したもの。発射枠は片側に3機ずつが装着された。モースザクミトル 38H ミューニシャンチェレパー 38H 多数の H39 が砲塔を外し、牽引車や弾薬運搬車として使用された。第21戦車手団を越平中のロンメル減水と 7.5cm、 パック40アウフジェシュワガン 39H7 5cm、パック40アウフジェシュワガン 39H1942 年24両がドレーヌ牽引車同様の改装を行い、75mm 対戦車砲パック40搭載の対戦車自走砲となった。これらはドレーヌ車体の自走砲と同様、俗にマーダーアイと呼ばれることもある。フランス中流の舞台で使用された。 野戦榴弾砲を搭載する 10.5cm レフ18、アウフジェシュワガン 39H10、5cm レフ18、アウフジェシュワガン 39H1942 年、48両が改装された。砲搭載に伴い、エンジンは、車体後部左側に移されている。フランス駐在の第8機工砲兵大隊に配備された。現存写真では、 レフ1 8ではなく、同口径だが、旧型のレフ1 6や4を搭載している車両も確認できるが、これが48両中に含まれるのかどうかは、はっきりしない。グロサーファンク、ウントビフェルスパンザー3 8 h 一乗部車体を取り払い、新たに傾斜走行の戦闘室を設けた無線式車使用。24両が改装された。手前の車両は、 旧型砲搭載の1 0 5 c m フ1 6アウフジェシュワガン 39H パンザービオバックチューングスワガンアウフ3 8 h 1 0 5 c m フ1 8アウフジェシュワガン 39H と組み、前方に進出し着弾観測を行う歩兵用、観測車。やはり傾斜走行の戦闘室が設けられ、上面開口部周りに、 大平共と棒立て付き MG34 機銃1丁を装備している。ポーランド産両の H39 使用のオチキスが1939年7月にポーランドに輸出され、ポーランド軍の装甲部隊技術調査室においてテストされた。1939年のドイツ軍ポーランド侵攻の際、9月14日、キベルツェにおいてオチキスは産両のルノー R35 と共に ユゼフ・ヤクボビチ中尉の臨時編成の半中隊に配備された。部隊はドブの戦闘団に組み入れられたが、ドイツ軍やソ連軍、放棄したウクライナ民族主義者との戦闘を続け各地を移動する中で、激化や故障により、全社を消耗した。トルコ1940年2月に量がトルコに輸出された。ブルガリア1943年、ドイツは19量の H39 を訓練用としてブルガリアに供与した。ブルガリア軍はそれ以前に入手したルノー R35 でフランス戦車に懲りており、落ちキスにも興味はなかったが、本来ブルガリアが訓練用として欲した愛号戦車がすでに未回送のものが用意できなかったため、その代わりに供与されたものだった。あと、これらの車両は警察部隊で使用された。 ハンガリー1944年15両がドイツから供与された。クロアチア独立国少数がドイツから供与された。イスラエル戦後10両の H39 が秘密裏にイスラエルに売却された。これらは1948年にマルセイユからハイファに1000便で送られ、少なくとも1両は1952年までイスラエル軍で使われていた。 コンバットチョロ級アドバンス大作戦、オチキスとして登場。敵としても登場する。ワールドオブタンクス、フランス系戦車ホッチキス H35 として、開発可能。ドイツ系戦車、PZKPFW38H735 として販売。RUSE フランスの系戦車として、H39 の名称で登場。ウォーサンダー、 フランス陸軍の軽戦車 H35 及び H39 として開発可能。パンツァーフロントオースフ B フランス戦線のマップで H39 の名称で登場。ムシケラ戦車、ありがとうございます。